お元気でですすの、えー、一応ですね、ここら辺で一回あの、私の目的というか、ですねなんでこんなことやってるのかっちいう,ようなことをちょっとお伝えしたいと思います。で去年も一回やったんですけれども、私の祖父ですね、私のおじいちゃんは、あのまあ、父方のおじいちゃんですけれども、まあ、あの、あえー、名前高校から早稲田大学の方に進んだんですよ。 で明治生まれで早稲田大学って言うたら、もうエリート中のエリートなんですよね、うん。まずいないっていうような、そういう世界なんですよ。だから、すぐにその超一流企業の満州支社の支社長の方に任命されてですね、20代で大学出たばかりなのに、でそこの支社長として、まあ、えー、働いたというようなことがあってですね、はい。 ということでですね、まあ、あのエリート教育ですね、はい。エリート教育っていうのをちゃんとやっておきたいなというふうに思ってるわけですよ。というのは一体何なのかっていうと、まあ、一応この朝6時からのメンバーは対象ですよ夜。夜6時からのメンバーとかの、そういうその一般の学生にエリート教育っていうか、エリート意識を持てっていうのは、これはちょっときついことなので、でも一応それに準じたような話はしております。はい でまあ、私の祖父はその当時の満州国の支社長ですから、ねえー、満州からもう撤退しないといけなくなったわけですよ。でその時にまあさっさと自分1人に逃げときゃいいのに社員さんを全員満州国から脱出させるまで最後の1人になるまで最後の1人として踏みとどまってそれで命を落としとるわけですね。ん、は、ん、い、なもんでですすからちゃんとですねあの やっぱりエリートたちっていうのはそういうエリート根性があるわけですよね。だから私の父が生まれたぐらいの年齢でもう20代の若い時に亡くなってしまっているわけですね。はい、だからまあ何かちいうとやっぱり正義感が強くて心が優しいとそういう人たちがやはりエリートの,やはりあの資格だと思うんですよね。ところがまあ今のエリートちいうとやっぱり悪い言葉で使われますよね。 私利私欲に走ってね、ねもう自分のことしか考えてない、倫理観もない、ね正義観もない、もうやくあの私もこれで何度も言ってると思いますけれども、ね、えー、テレビとかそういう新聞とか見ていても,もう感じることっていうのはね、えー、弱きをくじき、ね、強きを助けるみたいな、そういうその なんちゅうかな権力におもねるというか、なんかそういうテレビとか新聞とかですね、うん、もうそんな感じですよねもう。日本のそういう、本来、本来、テレビとか新聞とか、そういう大企業で働くような人たちっていうのは、やっぱりエリートで正義感の強い人たちじゃないといかんはずなんですけどね。なんかもうちょっと、あのー、今のエリート教育は間違っとるやろうと思うんですよね。うん、正義感のかけらもないような人間ばかり、ねえー、いい大学に行ってると。 ね、私利私欲の人間だからまあとにかくそういうふうなあの人間を排除する排除したいわけですよね。で排除するにはどうするかっいうと簡単なわけでまあその絶対にこういうチャンネルは見ないであろうそういう人たち以外の人たちですね。うん、だからお金もない、えー、学力もないだけれどもエリ,エリート街道に、ね、参加してみたいと。 いうことね、世のため人のために働いてみたいとかそういうような人たちを何とかしてこう上げていこうっていうようなことを今考えてるわけですよ、うん、だからですね、まあ、あの私の祖父っていうのが、まあ、平良ということでですね、まあ、あの私の曾祖父だから私の祖父の父親までは平家の人間だったんですよ、うん、だけどその平家の家庭で 子供が生まれないと子供がう、ま、あの男の子が生まれてこないということで女の子ばかり生まれてきてたのでもう男の子を養子にもらおうということで私の祖父がですね平家の,その末裔のところにですね、えー、もらわれたわけですよ。もうすごい金持ちなんですね、うん。西鉄久留米駅の土地なんかも全部、あのー、平家の別荘としてあの辺を押さえてたわけですよ。 うん、だからそういうような土地なんかも全部戦争のどさくさで他人の手に渡ってしまったみたいなんですけれどもまあとにかくですねあのすげえ金持ちですねやっぱ平家の、ねえー、西日本の豪族ですから <laughs> もう源平合戦は壇の裏までしかやってないので,です、ね、九州には攻め込んできてないんですね現時は九州エリアの、まあ、平家は落ち延びているわけなんですよね。 祖父というのは平家の人間じゃないんですけども、よく私があの塾長先生なんかとお話をすると、あんた平家の子孫だからそんなことができるんだよと。<laughs> あんたみたいな才能は、ね、平家の子孫だからできるんだよと。平家の地がやらせることなんだよ、それはっていうふうに言うんですけど、違うんですよ。平家の地なんか私には流れてないんですよ。ただし、その祖父が曽祖,祖父から教育を受けた、エリート教育を受けてきた、その平家のエリート教育ですよね。 それを徹底的に叩き込まれていたから、それがずっとあの我々の世代にまでこう続いてきてはおります。だから結局、平家の教えというのが、そういうふうにですね、正義感のあって、心の優しいと、そういうような人間でないと人の上に立つことができないというようなことですね、そういうふうにこう教えられて、私の祖父は、ま、あ まあ、満州国の、ね、超一流企業の満州国の支社長として行って、そこで、まあ、命を投げ出したということですよね。はい、命をかけて戦ってきたという,ようなことで、だから今の東大、兄弟、早慶上智などを卒業していく人たちの中に、どれぐらいそういう正義感というかですね、エリート意識というものを持って,やってあの生きているかということですね。だから私の祖父なんかはもう20代で ねえー、亡くなってますから、すごい若いだあの年齢で亡くなってますので、うん、家もありますけどね、もう若い時の写真しかないわけですよ、もうそこで命を。ねえーまあ、過労死という形で、ですね結局、最後は家族に見取られて、日本には帰ってきたんだけれども、もう過労死してですね、ずっとあの横になっていて病、病床に伏していて、それで亡くなっていったというようなことですね。はい だからまあ、あのこれからおそらくコロナショックですさまじいことが日本で起きると思うんですね。だから東大、兄弟、早慶上智を卒業しているようなそういうふうなエリート層のお人たちっていうのは本当に命がけで戦わないといけなくなってくると思うんですよ。うん、もう本当にあの日本のピンチが今目の前まで来てますから。だからもう私はもう夜6時からのメンバーなんかにはもうさっさと日本から逃げろと。ねもう ここで日本で踏みとどまっていると、結局、満州国で踏みとどまって命を落とした私の祖父みたいになっちゃうわけですよね、このまま日本で踏みとどまるということは、もう命を落とすということですからね、もうさっさと逃げ出した方がいいという,ふうなことをまあ言っているわけですけど、やっぱりエリート層の人たちは逃げるわけにはいかないので、ここで最後まで戦うというような形になると思いますから、ですね。本当にこう命がけの戦いになってくると思いますから、覚悟をしてもらってですね。 その上で、えー、そういうふうな、東大、兄弟、早慶上智だとかですね、そういったところに行ってほしいなと。ね、もうその、その、そこまで命がけで戦うつもりはないと、世のため、人のために命がけで戦うつもりがないというような人たちは、もう無理して、その日本の、ねえー、超一流大学とかには行かなくてもいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、何のために大学行くんだというようなことですね。はい。ものすごい戦いになりますよ。もう今、すごいですからね。 あのご存知の方はご存知のように、もう外国の、そのまあ、この前ですね、アマゾンのリアル店舗ができてますよ中に、外国人が今、日本の至る所にです、ね、ものすごい勢いでホテルとか建て始めてるわけですよ、だからもうすごい勢いで、もうあの日本人だけです、コロナとか言って騒いでるのは、もう外国人たちはもう日本におけるコロナ問題は解決したというふうに、彼らは思っています。 だからもうこれからインバウンドとかで、すさまじく日本はあの観光業界とかが儲けるということを分かってますから、すさまじい大金を日本に今つぎ込んで、ものすごい勢いであのホテルとか建て始めてます。すごい勢いであのリアル店舗とか建ててです、ね、もう日本を今、完全にこう抑え込もうとしてますので、うん、だからもう、そういうふうにコロナがとか言って騒いでるのは日本人だけです。外国人はもうそんなコロナとか、もう過去のこと。 もうコロナなんてものは、もう日本少なくとも日本においてはもう存在しないというのが外国人の見立てですから、こんなのコロナがあるうちには入らんと、コロナがひどいっていうのは、例えばインドとかそういうふうな国の話であって、日本においてそんなのはないと、だからもう世界中から人を集めてインバウンドだというような感じで、今、外国人が中心となって動いてますから。 多分自民党や公明党とかも押し切られると思うんですね。で、テレビとか新聞とかがまたコロナがとかいうふうに言い始めたら、外国人たちがもうダーッと日本のテレビ局や新聞社を叩き潰しに行くと思いますので、絶対言うなと、もうコロナなんていうものはもう存在しないと、そんなものはデマだということでね、デマを言うな、テレビ局や新聞社は、コロナなんか存在しないんだというような感じで、外国人がばッと抑え込みに来ると思いますから、日本のテレビや新聞はこれから言えなくなると思います。 ななぜならばこれから、ね、まもなく外国人が中心となってそういう線路を今引き始めていますから、ね、日本全土にホテルを乱立させていってリアル店舗をどんどん乱立させていって完全に日本をこう今、抑えに来てますからですさ、ね、まじい戦いになってきます。 もう日本はどんどん今日本のテレビや新聞がコロナがコロナがといって日本の,テあのホテルとかをどんどん潰していってるんですけどね日本の企業を全部日本のテレビや新聞が叩き潰していったところに外国の企業がどんどん今ホテルとかを建て始めてると。 いう,形でもう完全になんかもう日本のテレビや新聞外国人とこうグルになって日本の企業を叩き潰してるんじゃないかとさえ思うんですけどですねはいだからもうすごい戦いになりますから本当にもう覚悟を決めてあの日本のエリート層は戦ってくださいねということですねはいもうこういうふうな時代に入ってきてますすさまじいですもう大変です、うん、だからもう本当にあの覚悟を決めて、えー、東大京大・早慶上地とか そういい。っったところに行ってくださいもう私の祖父と同じようにもう命がけで本当に命を失うぐらいの、ね、20代で命を失うというぐらいの戦いになっていくと思いますからそれをしっかりと抑えたうでで正義感が強くて心の優しい人たちに、ね、できる限り東大兄弟総敬上地とかそういったところに行ってほしいなというふうに思ってやっております。 はい。ということで、えー、私の言いたかったことは以上です。気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。